皆さんこんばんは、東北大学の中里です、えー。本当に忙しい時期に大勢お集まりいただきまして感謝申し上げます。難しい話を分かりやすくっていうのが井上久志にありますように、あの我々科学者といいますか研究者にとっても大事なことだというふうに考えております。今日はですね、えー、電磁気生理学という漢字ばっかりが続く難しい話なんですけれども、これをなるべく あの一般の人たちの視点から分かるように解説したいと思っております。で、まずですね、大脳というのは、これは人の脳の中でも人間が一番発達している部分ですね、人間らしい部分の脳を指します。電磁気生理学というのは、昔はですね、電気生理学と言われていました磁、磁場がなくてですね、ただ最近は科学が進歩して、電気と磁場は表裏一体なので、 一緒にに使えるよううなってきたということいこです生理学っていうのは、えー、体の構造や脳の構造理屈をどういうふうな仕組みで動いているのかをあの知る研究領域になります。で最後ですね転換患者差を救うっていうのはどういうことかというのはまた後でご紹介します。ここで一番難しいスライドがこれです、えー。右ネジの法則っていうのを中学校の理科でも習います。高校の理科でも習います。 英語ではではすね、右の親指のの法則と言います。右の手の親指の方向に電流が流れるとその電流に対して残りの4本の指の方向に電流を巻き込むように磁場が生じるこれは瞬間的に一瞬のうちのことですよ電流と磁場は常に一緒に存在していますですから脳の電気活動を見るには電,電流を見てもいいし磁場を見てもいいというそういう理屈です もう一つはですね、脳の活動は電気活動なんですけれどもこれを拾ってくる脳の信号を観察するという方向性ともう一つは外から脳に対して電気で刺激をするあるいは磁気で刺激をするという手法と2つの方法がありますこれもよろしいですね3番目はですねそれをどこでやるかという問題なんですよ 頭皮の表面に電極を貼り付けたり外から磁場を測定するという比較的安全な手法もあれば手術をして頭の中に電極を入れて脳の表面あるいは脳の中にまで電極を入れてそこを刺激したり記録したりという方法もありますでその中で一番ポピュラーな代表的な検査が脳波です。 それから脳の信号を取り出すす方ですね刺激ではありませんそして電極はこのスライドにありますように皮膚の表面に貼り付けてやっていますですから比較的安全に行える検査ですでなんで脳波というかというとこの電極から取った信号が波の形をしているからなんですねこの波を 例えば1秒間の間にサインウェーブ正弦波で10回波が立つとこれはですね1秒間に10回の信号ということで10ヘルツという周波数になりますまあ厳密には8から12ヘルツがアルファ波と呼ばれている脳波の代表的な信号で,でこれはですね人が起きている時目を覚ましている時 でしかもですね目が覚めていて心穏やかな安静状態の時の基本的な波です眠っちゃうと別な波が出ますそれから緊張していると α 波は出にくいですちなみにもっと速い周波数 10Hz よりももっと速い例えば152030といった高い周波数のさざ波のようになったときには一般的には脳は活発に活動していろんなことを考えたり 計算したり物を見たりして処理しているときです。逆にですね、三ヘルツとか五ヘルツとかいうふうなゆっくりした周期の波が出るときがあります。これはうとうとしたりぐっすり眠っているときに出る波ですね。あるいはいろんな病気で脳の働きがちょっと低下している状態のときにこのゆっくりな波が出ます。 実際に脳の波がそんなにきれいに取れるのかというと実はそんなに簡単じゃなくてこれここであの実例をお示ししたんですが赤い点々のところにかろうじてサインウェーブ制限波が見えるかと思うんですがこれが私たちが見たい転換の波なんですけれどもそれ以外はほとんどですねまばたきの雑音だとかえ物を噛む筋肉の筋電図の雑音だとかでえ一般的にはですね ノウハウをこうやってて取ると信号の割割から9割は全部雑音って言われてますだから頭に電極つければ脳波って簡単に取れるって思うかもしれないんですが実際にはとっても苦労しながら雑音を排除しながらあるいは雑音の中から雲の切れ間からお月さんを見るようにして脳波を取っているのが私たちの仕事になります。ということでお話だけしても始まらないので脳波の測定の実際の様子を この後デモンンストレーションしようと思いますベッドの上に横たわっておりますのは私たちのところで転換の臨床を行ってますお医者さんです小児科の先生です板橋先生といいます、えー、今日は患者さんになってもらってますで頭に電極がついてます245個これが大体標準的な電極のつけ方ですでまずですね青く示したのが左側の電極赤く示したのが右側ですちなみにここでバシャバシャバシャと入っているのは 板橋先生がですね、瞬きしているからなんですね。まずですね、脳波を見せする前に、えー。目の開け閉めを見せます。で、じゃ、あまず目を開けてください。はい、目を閉じてください。この四列の中で、一番前が振幅が大きいのは。前から順番に一二三四と電極がついているの、一番前が強いんですね。ちなみに、その電極を私が叩いてみます。右の前を叩きます。 ね、これが右のおでこの電極です今度左の電極いきますよこれ左のおでこ左側が揺れてますねだからほんのちょっと触るだけで雑音入っちゃうんですねでそろそろですねアルファ波がきれいに出るかどうかやってみます目を開けた状態にしてくださいはいここで目をつぶって緊張してるから出ないんですね目を開けてください はいもう一回目をつぶってはいこれです、アルファ波ここに1秒間に10個波見えますかカカカカカチチチチチャカ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 チャ、ね、これがアルファ波です。はい綺麗に出ましたね。じゃあもう一回、えーと、今開けてたかなあもう一回開けてください。出てないですね、アルファ波。はい目をつぶってはいここでアルファ波出ましたね。ということで目を開けると高頭油は物見なきゃいけないので忙しいんですね。アルファ波出してる暇がないんです。 アアルファ波は脳のアイドリングと言われてますで目をつぶってください目をつぶると視覚や働かなくていいのではいこきれいに出ましたねはい板橋先生は相当あの精神修瘍を積んでると思われます今度は私ズルするんですよ目をつぶった状態で板橋先生数学の知識を思い浮かべてくださいいろいろものを考えさせるんですそうするとアルファ波だんだん小さくなってくるでしょだから目をつぶっててもアルファ波にブレーキかけることもできますさあ次ですね いろんな雑音を今度見せしますまずですねお口の筋肉をリラックスさせてくださいここでですねものをね噛む筋肉っていうのがほっぺたにあるんですよあっと噛む筋肉それを噛んでもらいますよはい奥歯噛みしめてはい緩めてねものすごく出ちゃうんですねこの次はですね目を開けた状態で眼球の左右をしてもらいますよじゃあはいじゃあ目を開けて で成虫を見ていてくださいくじゃあそこで上見て下見て上見て下見てはい楽にして目つぶってください。 とということで私がお伝えしたかったのはここにアルファ波という10ヘルツの波が見えるんですがこれでも脳の信号では大きい方です8割は雑音で書き消されていて脳波の測定は難しいということが分かっていただければいいと思います日本では脳波をきちんととってそして脳波の信号がゼロになった状態じゃないと脳死判定はできませんよ臓器移植できませんよというあの厳しい法律がありますけれども。 実は脳死判定のいろんな検査の中でこの脳波が一番難しいんですね。なぜかというと患者さんがいる部屋は集中治療室でいろんな医療機器があって外からの電波の雑音がいっぱい入ってくるんですね。でそういう中で脳死判定の状態の脳は活動を出せないので本当はフラットな横一線一直線上下で引いたような線じゃなきゃいけないんだけれどもいろんな雑音が入ってくるのでそれがですね本当に脳が脳死になっているのか どうかが雑音の影響で区別つかないという問題があるんですね。そこが技術的に難しいところです。まああの脳波の測定はそうそう簡単じゃないよということが分かっていただければ目的達成です。あの板橋先生どうもありがとうございました。完璧にアルファ波が出てました。ありがとうございます。じゃあ皆さんお席にお戻りください。それではまたあのレクチャーを続けますが、こんだけ難しい脳波でもですね。 アルファ波を例えば上手に出す出さないとかアルファ波以外の波を上手に出す出,す出さないというのも訓練によって結構鍛えることができるんですよ。ここにありますスライドは患者さん自身が自分の脳波を見ながらアルファ波を出したり減らしたりという訓練をやっているところです。でなんでこんなことをやるかというとその時に出た脳波の波をコンピューターに解析してもらって。 そしてコンピューターのカーソルを普通は私たちマウスなんかを使って手や指で動かしますけどもいろんな病気で手足をうまく動かせない方がコンピューターを操作してお話ができるような機械っていうのを開発されているんですねそういう時に脳波でまあ言ってみれば念じただけでコンピューターのカーソルを動かせないかっていうような研究も今かなり行われていて実用化に近づいています。 でここでですね話を90度変えてもう一つの今日のテーマである転換はこの脳波の検査がとっても大事なんですね。転換の定義は脳の異常放電異常な活動普通よりも10倍100倍といったエネルギーで脳がバーッと興奮している状態が時々起こる繰り返し起こるこれを転換発作と言います。 一日に何回も発作を起こす方もあれば年に一回か二回という方もいますプラス発作以外にももともとその原因となった脳のご病気があるわけですのでそれによる症状や患者さんはいろんな悩みも抱えているという病気です全人口の百人に一人と言われていますので日本では百万人の病気と言われていますちなみに漢字で書く転換は えー、精神的に異常だとかカーッと熱くなって興奮するというちょっと言葉の悪い意味があるものですから日本では平方で書いいいてて漢字は使わないようにしています、えー、お隣の韓国ではやはり転換っていうと悪いイメージが付きまとうということで今度韓国の転換学会は昨年の秋から転換という言葉を使わないで脳の電気の症状と書いて脳電症。 韓国語では別な読み方をするんですけれども脳伝承という言葉を使いましょうということになっているぐらい差別されている疾患であります。で何歳でも発症するとここにいる皆さんが明日から転換になっても全然おかしくないですしあるいは転換の方もいらっしゃっても全然おかしくないわけですね。ただし今はどんどん医療が進歩していますので正しい診断がついてきちんとした治療を行えば そうですね、7割から8割の方は全く普通の人と同じ生活ができると言われていますもちろん薬を飲みながらですけれどももちろん,なんあの難治性といいまして発作が止まらないあの大変な患者さんもいるんですが決してですね転換であって、えー、治らないというものではないということですで転換っていいますと皆さんですね、えー、テレビなんかで見る気を失って手足をガクガクさせて 口から唾液というか泡のように吹いてそういう大きな発作のことを連想されるかもしれないんですが実はそういう大きな発作よりも小さな発作が、えー、多いですし診断のポイントです。手だだけけ動動くくあるいは顔だけ動くという発作もありますが運動の発作は誰でもすぐ気づくんですけれども、えー、これ脳の左半分を横から見たところなんですが。 脳の後ろ側は物を見たり音を聞いたりする脳ですのでそういう場所は決して手足が痙攣するわけじゃないんですね患者さんは自分であ変なものが見えるとか変な音が聞こえるということは訴えるんですが外からは分かりませんあるいは側頭葉の奥にある海馬海の馬と書いて海馬と読みますそこは記憶や 感情に関わる脳ですそこの発作だと突然寂しい感覚に襲われるとか恐怖感に襲われるが5秒10秒続くとパッと治っちゃうとかねそういった発作もあります。でそれが動作が止まってじーっと固まって動かなくなったり固まっていって見つめたまま手足をもぞもぞさせるようなちょっと見るとですね、えー 意識がないようには見えないんだけれどもそういう実際には意識が失われているという発作が数分続くようなこともあります。でこういう症状を一つ一つ聞くにはですねベテランのお医者さんにとってもですね時間をかけけないといとません30分から理想的には1時間かけて最初初診の患者さんからは話を聞かなきゃならないという問題がありますね。それかから地域格差とい,いますか もともと東北地方は特に医師不足ですけれども地方に行きますと転換を専門としている先生の数が極端に少ない地域っていうのは多いです、えー、今回の津波震災でやられた地域もそうですねそれから患者さんにはですね人それぞれ違うんですけれどもいろいろな悩みがありますもちろん 薬がまだよく効かないとかで発作が止まらないという直接の悩みもあるんですがそれ以外にも例えばですね4人に1人ぐらいはうつう症状を合併する気持ちが晴れ晴れとしないといった症状を示す方もいますし飲むお薬の種類によっては眠いとかフラフラするとかっていう副作用を示す方もいらっしゃいますそれから発作が2年以上完全に止まってもう大丈夫という状態になれば普通に車の運転はできるんですけれども。 まああの痛ましい事故があったりして転換の患者さんで発作がある場合はもちろん運転しちゃいけないわけですけれども患者さんはですね転換って言われると私はもう一生車の運転はできないんだろうかということで仕事もできないんじゃないかということで悩むわけですね。それからきちんと注意事項を守れば通常は普通の女性と同じように妊娠出産それから授乳おっぱいをあげることも可能なんですけれどもひょっとするとですね えー、医師お医者さんの中でもそのことをよく知らずにあなたは転換なんだから妊娠はいけませんというふうに指導誤った指導をしてしまうことも、えー、時々身を受けますそういうい問題もありますそれから病名というだけでですね地域や職場で差別されるとか発作を人に見られたくないとかそれから働けないので経済的に苦しいといったそういう問題を抱えている方もいます。 それからですねお医者さん自身も転換になりますお医者さん自身が転換になった時に他のお医者さんに相談しないで自分で薬を出して失敗してしまうという例が結構報告されてるんですよ。私のの患者者者さささんんんにもいいます自分がお医者さんあるいはお医医あるは家族で間違って治療したり間違って指導して治るはずのが治らないで何年も経ってから専門医のところに来るという例もあります。 そういういことで,です、ねえー、とどうやって専門医が治療するように患者さんを紹介してもらえるかということも医療側の問題ですつまり脳外科小児科精神科神経内科といった転換を見てくれそうなお医者さんの中でも転換をうーんと得意としている転換の専門医の方と そうじゃない一般の神経系の専門医という方もいらっしゃいます。転換専門医というのはですねざっとですね日本では400人ぐらいしかいないですからそれで100万人の患者さんを見るということはなかなか難しいわけですね。ですので医療連携が大事です。地域のいわゆるかかりつけ医といわれるお医者さんですとかそういった方との連携が必要なわけです。一例ご紹介します30代の女性で 20代の前半から突然不安感恐怖感に襲われる10秒程度の発作を繰り返してましたその時点ではまだ自分は転換だと思ってないですね20代の中頃から今度は意識がなくなって止まった状態あるいはちょっともぞもぞ動くような無意識動作が2分から3分繰り返すようになりましたもしこの方が車の運転をしていれば事故になると思いますいいですかそれでで最初はですね 近くのののの神経内科の開業の先生転換の専門医ではありません MRI で脳の写真を撮って脳波の検査もやってもらったんですが脳波は異常ありませんと言われて実はですね脳波に異常の出ない転換もいっぱいあるんですねだけどもこの先生は脳波に異常がないから転換じゃないねということで心因性発作これはですね昔はヒステリー発作とも言ったんですが いいろろ心に悩み事があったりしててんかんじゃないのにてんかんのような発作を無意識に出しちゃうという病気がありますで精神科を紹介されたんですただ精神科の先生も異常がないということで私たちのところに来て入院をしましたで私たちはですねこういう時はですねビデオ脳波モニタリングという検査をしますビデオと脳波で発作を捉える検査です 左側は天井からぶら下がっているカメラです。夜は赤外線カメラになります。で右側に患者さんが頭に包帯巻いているのは脳波の電極をつけているからですね。えー、っとそしてそれを天井から見ている状態です。でこのつけてあの天井からモニターしながらこの患者さんが普段の発作を起こすのを待つわけです。 結構辛いですねおトイレに行く以外はずっと天井から監視されてご飯食べたり本読んだりしているわけですそして発作を捕まえるでこれがさっきもお見せしたんですけれども雑音だらけのノウハウです左右左右とあってこの赤い点々点点点で示したところに1秒間に6個ぐらいの波が出ているこれが脳波、えー、で見た発作ですすごい地味でしょう 電図の方がよっぽど強いわけですだからこれはです、ね、お医者さんや技師がずっと10秒置きに脳波を見て例えば3泊4日検査すると96時間分の脳波を自分の目で見てコンピューターの自動解析はまだ無理なんです雑音が多すぎてそして発作を捕まえてでこの方の場合は右の側頭葉転換だということが診断がついたので,で薬で治らない方でしたで手術をして今は発作もすっかり止まっています。 そしてですね、このビデオノウハウで発作を捕まえたのを、私たちのこの研究室の会議室なんですが、ここで症例検討会を行います。大勢50人とか60人、実は明日も開催されるんですが、精神科、脳科、小児科、神経内科、放射線科、各科の先生が集まって、1人の患者さんについて30分以上時間をかけて治療方針を決めるんですよ。とっても贅沢だと思いませんか。 1>, 1人で私が外来で診察していると悩み事いっぱいあるんですよ。本当にこれでいいのかな、この薬でいいのかな、手術した方がいいのかな悩むんだけど、50人、60人、ドクターだけじゃなくて、看護師さんや脳波ウウの技師さん、それからソーシャルワーカーの人たちも来ます。あとですねその1人の患者さんに対して何が一番ベストなのかということを決めて、そしてお薬で治療したり、手術で治る方もいらっしゃるというわけですね。でですので 外来で悩んだ時には入院させてくださいということを私今キャンペーンのように東北だけじゃなくて日本全国のお医者さんたちの会で講演をしています <laughs> 転換に対してもですね誤解や偏見ありますこれ全部間違いですよ転換は遺伝病だ遺伝する転換もないわけじゃないんですけどほとんどは遺伝しません精神病だこれも違います発作は治らないんだとそんなことないですお薬飲んで治る方大勢いらっしゃいます プールは禁止。これは学校側が責任取りたくないと何やっちゃダメあれやっちゃダメって全部禁止にしちゃうでもちゃんと見てる人がいれば泳ぐのは構わないです妊娠出産に関しては先ほども申し上げましたそれからよく間違われるのは大きい発作があった時に口に物をあっと突っ込んで舌を噛むのを防ぎなさいって言いますがこれは間違いです危険ですからやめてくださいぐーっと噛んでる時に物を挟もうと思っても骨が折れるか 挟もうとした人の指が噛まれるかのどっちかですので窒息する危険もありあるのでこれは何もしないで電話だけしないように見守るだけで結構です。それから治療はお薬だけしかないと思っている一般の方だけじゃなくてドクターもいますね。手術で治る転換も中にあるんです。それから逆に発作がすっかり止まって安定しているのに運転しちゃダメだっていうふうな指導をするのもこれも逆に可哀想です。 実はですね、パープルデーウィークといいまして3月26日今年は月曜日なんですが全世界で転換を正しく理解してもらうキャンペーンの日です。これはキャシディ・ミーガンというカナダの女の子が8歳の時に転換だって診断されて最初はお母さんも「あなたは転換だ」っていうことを学校で隠しなさいって言ったんですね。でももお母さんどうしして、私もし発作があったら、 友達に助けてもももらうこともあるかししれないしそれにお医者さんは転換でも普通の子と同じように生活していいよと言われているのにどうして隠さなきゃいけないのということでその彼女の気持ちを大勢の人たちが賛同して毎年2008年から開始したんですけれども規模が大きくなっていますある意味で今日のこのサイエンスカフェもパーープルデーを記念してて行っています転換を持っていたら世の中で活動できないのかというとそんなことありません。 歴史上の人物でジュリアス・シーザー、ユリウス・カイサルですね、それからアレキサンダー大王・ダイオそれから推理小説で有名なアガサ・クリスティソクラテス、ナポレオン、画家のゴッホ、チャールズ・ディケンズ、ノーベル賞のノーベル、モハメッド、トーマス・エイジソン、それから作家のヘミングウェイの娘のマーゴ・ヘミングウェイ。 それかかからカーだだととスポーツ選手だとか現役で働いていいいてる人たちいっぱいいます実は日本でもいっぱいいると思うんですけれどもあまり表に出さずに隠しているってことが実際上は多いと思いますね。実はこのパープルデー活動の本部から私たち転換治療チーム T シャツもらいましたこの T シャツにはですねエピレプシーエジュケイトチェンジって書いてあります。 エピレプシーは転換エジュケートは教育もしくは啓発活動ですねそしてチェンジ改革しましょうどういう意味かというのはもう皆さんお分かりいただけると思います誤解を解いて転換でも普通の人と同じ仕事ができるんだよということをアピールしていきましょうということですで今まではですね脳波の話しかしませんが電磁気生理学に戻ります先ほどお見せしたように脳波は 実は雑音に埋もれて感度が低い高い精度を求めていろんな工夫をしています例えばですね手術して頭の中に電極を埋めるこれ頭蓋骨の X 線写真なんですけれども黒っぽい枠で囲まれた部分の頭蓋骨を一回外して手術が終わってまた骨は戻ってますそして頭の中に点々点々って続いているのはあの点々の間が1センチなんですね大体いい8かけ× 8センチぐらいあるいは1 0チか× 1 0ンチの範囲に びっしりと電極を敷き詰めてで電線は皮膚のトンネルを介して外に出しておきます。この状態で患者さんを3週間から4週間。でこういうふうに脳の表面に直接電極を置くとそこをそこから信号を取るとより正しく診断ができます。転換の震源地はどこかとか。あるいは脳の刺激を行うことによって脳の機能のマッピングができます。実際にはですねこれがマッピングの実際の図なんですが緑色。 右側にありますね緑色の部分を刺激すると言葉が止まっちゃうそれからピンクや赤の部分を刺激すると小さい字ですけど手って書いてあるのは手が勝手に動いちゃうとかね舌って書いてあるのは舌がもつれたりという運動症状が出る水色は逆にしびれ感覚黄色い部分は転換発作の症状みたいなのが出る場所ですねこういうことを何日もかけて脳の表面に地図を書くんです機能マッピングと言います これを行った上で安全な手術をするということを私たちがやっています悪いところだけ取ってそして大事なところを残す手術ですねその他に脳を外から磁気で刺激するという研究検査法やあるいは治療法があります八の字コイルを使います八の字コイルに強い電流をバーンと一気に流すと誘導磁界が生じますこの磁界によって 頭の中に脳の表,表面や脳の中に電流が生じますつまりこの八の字コイルの真下の部分に電流が流れるのであたかも脳の表面を電極で刺激したような効果が得られるわけですねただこの方法のいいのは頭を開けないで手術しないでやれるわけですからとっても安全です私も自分でやったことがあります八の字コイルを右の頭頂部のところに 置いて自分でスイッチ入れてバシンとやると左の手がピクンとその瞬間動きますちょうど脳の表面に電極を入れて弱い電気でピーってやると左手がギュッと縮むのと同じ現象が頭の外からやれるということですね。解像度が若干低いのであのであやはりまだ完全に 手術を行う検査に変えられるものでではないんですけれどもこういいうう技術もも今どんどんどん,どん進歩していますもう一つこれは私のですねライフテーマといいますか医学部卒業してすぐぐらいからずっと25年以上この仕事をやってるんですが脳の波脳波を電気じゃなくて磁場で測定するという検査法があります脳の波を磁場で取るので脳地図といいます えー、電流が流れると周りに磁場が出ますからその磁場を測定するここにですね頭文字で SQUID スクイッドと呼んでるんですがこれは超伝導を使ったとっても感度のの高い磁場センサーの略語です、えー、詳しいことは省略しますけれども実際の測定はこんなふうです真ん中と右側にありますのは大きな機械でこの大きな機械の中に液体ヘリウム -269 度 絶対温度でいうと 4, 4ケルビンまで冷えた液体が入っていてそれを入れる魔法瓶がこういうふうに大きい機械ですね。で頭を入れますと頭の中から自然に湧き上がってくるとっても弱い磁場を拾ってくれます一番左側は私が1987年88年今から25年ぐらい前に研究を開始した時のたった1チャンネルの脳磁系です。 もちろん日本で病院で検査したのは私たち初めてなんですけれどもそれが今が右側の機械のように200チャンネル300チャンネルといった大型のセンサーでいっぺんに測定できるようになりましたこれちょっと難しい図なんですけれども脳地図がいかに解像度がいいか精度が高いかということを示した図です左側の絵に信号源って書いてあります L っていうのはレフトで R がライトで左と右に それぞれ2個の電流が存在するというふうに仮定した場合それぞれ右側の方で脳波と脳地図がどんなふうにプラスマイナスが出るかというのを示した図です先に一番右側の脳地図を見てください脳地図の方は赤と青赤と青のペアがありますね地場が湧き出て沈み込むパターンですですのでそれぞれ左側に1個右側に1個電流があるということがみ 見事に出ていますところがあの脳波の方は左と右が混ざってしまってなかなか区別がつきませんねだから脳波はですねチャンネルたくさんで記録してもですねあの右の信号と左の信号を識別する時にちょっと限界があるんですこれは頭蓋骨が電気を流しにくいとかあるいは脳を治めている脳脊髄液というお水が逆に電気を流しやすいとかそういう脳が 電気の流れやすいとか流れにくいという組織で複雑に人の頭部が構成されているためにあのこういうふうにぼやけてしまうんですね一方脳地図の方は地場は頭蓋骨すり抜けてくるので精度が高いということですでとっても精度がいいのをお見せしたのが左側です、えー、ローマ数字で一二三四五とありますこれは 親指が一番です親指から小指までの指一本一本を電気で刺激するとたった16ミリ脳の中の16ミリの範囲に親指を感じる場所中指を感じる場所というふうにきれいに整列しているのが分かります。それから右側の図はですね右上に黄色い輪で囲んだところにちっちゃい白い病変があります。ち、えー、ちっちゃなな脳ののんですがこの場所に 脳地図で転換の波を信号源推定するとこの赤いマッチ棒のようなところに電流が棒の向きの方に電流が流れてますよという脳地図の検査結果ですこれをもとに手術を行って一番右下手術後というところで真ん中付近にあの白く抜けてるところありますねたった6ミリか7ミリぐらいの脳小指の先ぐらいの脳をそこだけ手術で取って でこの患者さんはいつも足が突っ張って歩けなくなるような発作だったんですが薬で治らなかったんですけれども手術できれいに発作が止まりましたですから脳地図は精度が高い検査ですで一応私のレクチャーここで終わりなんですけれどもこの後の30分使っていただいて皆さんにあの3つのテーマで討論していただきます実はです、ね、混乱しないようにそれぞれぞのテーマ を各テーブルに割り振ってますのでそれは各テーブルのディスカッションをファシリテートしてくれる私たちのスタッフの方から紹介がありますお題の1はですねこの精度の高い脳地図今まではヘリウムのタンクの中に頭を入れた状態で測定しなきゃいけなかったこれをもしお手軽に帽子のようにかぶれる機会ができたらばどんな応用方法があるかなということが1番目です。 次2番目転換の診断は本当は専門医が時間をかけてお話を聞いたりあるいは脳波ウウをきちんと取ったりしながらやらなきゃいけないんですけれども例えば津波で被害を受けた遠くの地域に行くのに気仙沼でもここから3時間かかりますね岩手県の沿岸部だともっとかかりますね福島も大変ですそういったところに直接行かずにですね遠くの人たちとどうやって 転換診断をや,やれるかどうかということについて皆さんのアイデアを本気で私が頂戴したいと思っています。3番目のお題は転換に対する転換への偏見誤解例えば転換は治らないとか転換発作は絶対止まらないみたいなあるいは結婚しちゃいけないみたいな変な偏見がないように誤解を解くためにどんなキャンペーンをやったらいいか。 私たちも一生懸命やってるんですけれども、まだ十分ではありません。ぜひ今日はですね、ここで皆さんのアイデアを頂戴して、参考にしたいなというふうに思っています、えー、私のの前半の部は以上でで終わりです。 討論のテーマ123ということで、えー「歩きながら脳地図が測定できたら」というテーマのテーブルじゃあ順番に発表していただけますでしょうかえと多く出たのはやはり転換っていう病態に応用してほしいとで転換っていう病態に対してこの機械がついてで細かい波が取れるようになったらもしかすると発作が起きる前の状態をこれで捕まえてもらってで 発作で危険なことにならないようにしてほしいし発作が起きないような治療につなげていただけたらいいなっていうのがメインでした、えっと、こちらのテーブルでも出た意見としては例えば料理とかスポーツとか面白いとか美味しいとかそういう状態を即座に、まあ、あの測定することができてそれをあの生活に役立てることができたらいいなとそういう意見が出ました。 そして一番ベストだと思ったのはあの一番が応用できたら二番に使えるんじゃないかということですあ、一番の,この歩きながらの実測定できたらそれを二番にあお題の2ですね応用すると素晴らしいんじゃないかという意見が出ましたが転換に応用する部分とあとその工事機能に関する部分のご意見をいただきました例えばその、えー、といわゆる特殊な転換の反射転換みたいなものがですねあのシールドルームの中で出ないような形のもの例えば歩いてて急にポッと出るような発想の場合だと。 まあ従来の脳実では、まあ発作時脳実は取れないわけですけれども、そういうふうな。あの、のがあれば、あの。え、そ、そんな、あの。従来の、えっシールドルームの中で捉えられないような発作時、え、の、脳実。脳実を使った転換発作のモニタリング。そうですね、はい。はい。ありがとうございます。あとは、その工事機能に関して言うと、その。マラソンのランナーズハイをですね。あの、どういうふうになっているのかというようなお話もありました。転換の診療に使うという意味では。 日常の中で生活の中で発こういう時に発作が起きるっていう方こういう状況をあの街の中で起きるっていう方はどうして起きるのかっていうのは病院のこういう検査では分からないのでそういう,う,いうような脳地図系,系があればその転換診療に使えるんではないかという意見が出ましたそれから研究的な側面では自閉症などでは同じ行動を繰り返してしまったりするときにどういうふうな脳の,中での脳の中での活動がどういうふうに起きているのか。 それから「あとゲゲゲの鬼太郎」の作者は妖怪が見えるということを言われていますけど、そういうときに脳の中で何が起きているのかというのを見てみたいと、はい、あとはですね、あの共感覚感覚処理を調べてみたい共感覚での原因はどうなっているのか恐<怖>共感覚あの音,音と視覚をつなげてそれをコミュニケーションに使ったりする、はい、そういうふうな研究に使いたい。 あともう一度最後に、あの今回、脳波で上がり症だとアルファ波が、アルファ緊張しているとアルファ波が出ませんねという話があって、そこで脳地図を使って、そういう上がり症を自分でコントロールするような、そういうことも日常生活で訓練できるんじゃないかという意見が出ました。あのとってもです、ね、ユニークな意見を頂戴したので、研究に役立てたいなと思います、それからですね、脳地図、本当にこんなでかいのを持ち運べるような技術はあるのか、液体ヘリウムのタンクで固定してるわけですよね。 これに関しては今ですねトンネル磁気抵抗素子というセンサーを用いますと液体ヘリウムを使わないでも室温での磁場のセンサーができるんじゃないかという研究開発を今怠っているところですでいずれはですね人の脳が何を考えているかというのを精度よく検出することができてそれをインターネットや無線ンを使って相手の脳に刺激してやったり磁気刺激してやったりすればもあの <coughs> テレパシー可能かもしれない。 ベルナールっていう人がすでに脳の神経と電気の回路を直結できればテレパシーがやれるよっていうのを予言してますがまさにそういうことがひょっとしたらできるんじゃないかとさっきのように脳波ウウを見ながら言葉を交わさずに相手とこれから今日ワイン飲みに行こうかというようなコミュニケーションができるようなブレインマシンインターフェースといいます脳と機械を結合させるというような研究は今どんどん進んでいます。 カーソルを動かしてダブルクリックするとかシフトキーを押して ABC とタイプするとかそれから手術で直接脳の中に細かな電極を埋め込んでそして目の見えない方にものが見えるようにしてやれる研究音が聞こえない人に音を聞こえるようにしてやる研究実際にですねもう実用化に近づきつつあります。 まあ、ブレインマシンインターフェース BMI という言葉あのかなり今流行の言葉ですのでご紹介しました以上で1番目のお題終了ですありがとうございました続いては「転換の遠隔診断は可能か?」というテーマのテーブルから発表をお願いしたいと思いますえっと転換というものがどういうものどういう症状が出た時に転換を疑ってそういう診断するためのことを受けなきゃいけないかということが一番問題だということでまず すごく根本的な話にはなってしまうんですけども転換がどういうものかということをもう少しやっぱりアピール3番目の話題にちょっとなってしまうんですがそれを伝えていくのが一番大事じゃないかというのが一番意見として出ました。 ようにしてさらにそのスタンダードなその問診の項目とかを作ってそういうのを広く普及させればその転換の患者さんというのがだんだん分かるんじゃないかということとあとはまあ現に今でもあるかもしれませんけれどもホットライン的な電話相談でその訓練された人医師ではなくてもです、ね、訓練された人がそれに答えるような形でピックアップできればいいんじゃないかとそういうい意見が出ましたえこちらのテーブルではです、ね、まずです、ね、あの行政が医療にお金と人をちゃんと投入しろという貴重な意見がありました。 そうでですすね <laughs> 大賛成また遠隔医療が可能かどうかについては可能かもしれないがそのネットワークをきちんと作る必要があるだろう。 でネットワークも2つあってローカルなネットワークとあと専門施設への中央へのネットワークローカルネットワークとしてはまずさっきもありましたが誰でも使えるような診断基準や問診のテクニックを高医とか学校の先生学校担当の高医の先生とかあと保健師さんたちにきちんと周知させてそこからこうあの吸い上げる体制を作ってほしいそれから専門施設の中央へのネットワークは地域のドクターが積極的にそういうのを吸い上げて紹介 あるいはインターネット等を活用してはどうかという意見がありました。以上です。えっとテレビ電話みたく、えっ、ー、と診断でて転換専門医の方と遠くの患者さんがテレビ電話で診断病歴聴取を行うなどの方法がいいのではないかというえっ、ー、とアイデアが出たんですが、それでええー、とちょっと質問が出たのですが。はい あの、実際に、えっ、ー、と、目の前、患者さんを目の前にして、診察を行う場合と。テレビ電話みたく、その画面を通して行う場合で。その結果に差が出ないのかどうか、という質問が出たんですが。すこの後、<laughs> あの、まとめの時にお話ししたいと思います。はい。はい、ありがとうございました。あの、県庁所在地には専科の,の専門の先生いらっしゃいますが。それ以外の場所に、先生は、ほとんどいません。遠くのところと、どうやってネットワークを作るか、ということが大事なわけです。で、この思いを。 私の自分のふるさとの方に伝えるかあるいはそれ以外の地域島々とかね伝えるかというのが問題ですで実はですね昨日初めてあのテレビ会議システムというのをつなぎまして気仙沼市立病院と東北大学の私たちの部屋を結んで専門外来をやりました患者さんに感想を聞いたら 解像度がすごくいい画面なので普段の先生と診察を受けているのと全く何も変わらないってこれはすごくいいというふうに言われました患者さんの顔は隠してますけれどもこの右側にいるのが気仙沼市立病院の脳神経外科の成田先生です目の前に置いてますので本当に冗談言えばすぐ笑いが返ってくるという形ですでさっきあの3番目のテーブルにありましたが こういう遠隔医療を使った会議システムを使った転換の診断と実際にあった転換の診断で結果に差が出ないのかと質は落ちないのかでこれに関してはつい23ヶ月前のですね転換の専門雑誌に論文が出ました結論差はありません1年後2年後の患者さんの発作の減り具合あの効果普段の生活の QOL なんか見ると遠隔医療で診断した場合も直接お医者さんがあった で診断した場合も差がなかったというとっても嬉しいニュースが出ています今後これをどんどん展開していきたいなというふうに思っていますホットラインに関しては日本もあの震災の時にはですね、日本転換協会という患者さんの団体の宮城県支部実はこの会場の中に来ていらっしゃっているんですけれどもその方々がホットライン受け付けましたそれから静岡にありますあの転換センターの先生たちが電話での 受付で相談に乗っていますこれをもっと普及させなければならないと思っていますがイギリスなんかではですね24時間365日転換専門の看護師さんが2人ずつついてイギリス中からの電話による相談を受け付けて「あなたは救急車呼んだ方がいいよ」とか。 あなたはそれだけだったらお薬飲んでお家で休んでるだけでいいよとか今ちょっとドクターに相談してからまた電話返事しますねみたいなホットラインがあの機能しているそうです日本にもそういうことを導入したいなというふうに考えております以上ですありがとうございいましたはい、ではラストのテーマになりますが「転換の偏見誤解をなくすには」というテーマで話し合ってくれたテーブル。 えと小学校とか中学校とかそういう、まあ、学生時代にですね、えー、クラスメートが授業中に発作を起こしたとそういうような場面を目撃してしまって、えー、それであの怖いというような、えー、イメージを持ってしまうという人たちもたくさんいるんじゃないだろうかと。はいえー、なので、まずそのが学校現場でですね、えー、発作が起きてしまったときに、えー、その学校の先生方が、えー、まずきちんと対応していただきたいと。そうですねはい、はい でまあ、さらにそこからもう一歩進んで授業の中で例えば保健の授業の中などで転換という病気について、えー、こういった病気なんだよ、えー、そしてあのどういうふうな、えー、対処周りの人たちは、えー、するべきなんだよというようなことについて、えー、きちんと教えてほしいとそのような、えー、声がありましたただそうは言ってもその学校の先生方、えー、自体がですね その転換ということについてほとんど知らないというようなこともまた一つ現実としてありますので先生方への教育の方がまず先かなというような声がありました、まあ、みんながその転換という病気についてよく知っていると患者さんたちも安心して暮らせるので早くそうなってほしいなというような形で意見の方がまとまっております。はいはい じゃあ,あの私たちのテーブルの方ではあのパープルデーの紫はどこから出たんですかと、はい、いうのを質問と、はい、それからもう一つあの有名人がそうやって転換だったのどうやって分かったのかしらというのはちょっと私、はい、理解あの説明できなかったのでよろししくお願いします、はい、パープルはですねアメリカではですねアメリカヨーロッパもそうなんですが。 実はあんまり意味じゃないです。日本では高貴な色が紫ですよね。ですけれどもあの欧米ではどちらかというと悲しいとか寂しいとかっていうメッセージの色なんだそうですラベンダーの色です。であの転換の患者さんも周りに理解してくれる人がいないと寂しい悲しい思いをしているからというのであえてそのラベンダー色をあのシンボルカラーにしたということのようです。それから有名人に関しては、 あの有名人が発作で倒れた様子というのがやはり記録に残っていたりしてえ実はですねあの最近の方であれば有名人の脳の組織が残っていたりとかということで診断ついた例もあるんですけれどもということであの公表されています実は今でも現役の活躍している有名で本当にいろんないろんな意味で活躍している方々いっぱいいるんですがもちろん私たちの口からそういったことは公表することができません本当は私は私有名な方に 私は転換なんだけどこんなに頑張ってるんだからみんなも頑張ってねって言ってくれたらありがたいなっていうふうに本音は思っておりますはいまず質問の方だけお答えいただきましたではラストのテーブル発表お願いします私たちのテーブルでは偏見のもとは転換についてよくわからないことが背景にあるのではないかと考えましたで一つ目は学 学校の先生方を起点に小さいうちから転換について正しい知識を身につけ,てつけることが重要だと考えましたともう一つは有名人からの PR が効果、PR、が効果にあるのではないかということとあと漫画を通して学習することが重要なのではないかということ <はい S 2> が出ました。 ははいでは以上のテーブルで、えー、転換の偏見誤解をなくすにはということで発表いただきました中里先生からお願いします、はいはい、あのこういう社会活動実はその通常狭い意味で考えちゃうと医学部の研究者がやるべき仕事じゃないように思われるかもしれないんですがやはり患者さんのことを見ていると皆さんのご意見にありましたように一般の人たちあるいはドクターも含めてどう教育するかというこの一点にかかっているんですね教育して正しい知識があれば偏見は生まれませんので。 私ももがきながら仲間と一緒にいろんなことをやってるわけですがその一つがこのツイッターで私たちが普段転換診療では当たり前だのになって思ってるようなことがつぶやくとみんながえー、そうなんですかっていうふうな返事が来るんですねだからなんとなくですね大学の先生こんなツイッターなんてバカなことやってないで研究や論文や授業でもやったらいいんじゃないのっていうような批判の声もないわけじゃないんですが私はこういった活動も大事だと思ってますしもちろん このサイエンスカフェもとっても重要だなというふうに思っています。それからですね、有名人が公表してくれたらいいのにという話がありました。公表した人がいるんですよ。これですね、右上に書いてあるウォリー・ルイスっていうのはオーストラリア南半球のね、オーストラリアのラグビーのヒーローなんです。日本でいうと野球の長嶋ようみたいに。 自分でも現役時代大活躍して監督としてもナショナルチームを率いた人が実はこの人私と同じ年なんだけどこの人がですね引退した後テレビ番組のスポーツ解説の生中継をやってる最中に全国放送ですよその生放送の最中に転換の発作を起こしたんです意識失ってもぞもぞし始めてその後ひっくり返っちゃったですねだから国民の前で自分が転換だっていうことを発作で公表してしまったんですね で今でも転換の患者さんのいろんな国内国外の学会に出向いては転換はなちゃんと治療すればな治るんだぞっていうようなことを勇気を持って公表していますこのルイスは現役時代もキングっていうかヒーローと言われてたんですけれども、まあ、転換の啓発活動においても真の意味でのヒーローというかキングだなと思って偉いなというふうに思いますであと質問の中で ぜひ学校での教育これとても大事です実は転換のお子様がクラスの中にいるとクラスがまとまるというふうにさえ言われていますただしそれは担任の先生あるいは養護教員の先生が転換に対しての正しい知識を持っている場合ですつまり子供さんが発作を起こしても絶対パニックにならないで落ち着いて行動してみんなに大丈夫だよ危ないことはないんだよ 怪我さえしないようにみんなで見守ってあげようねそのうち治ってくるからっていうふうな対応を取れてそしてスポーツなんかもやたらと禁止するんではなくてみんなで安全確保してあげましょうねっていうことにやることによってかえってクラスがまとまるというふうに言われていますですので今あのえー、教育委員会や市の方からも呼ばれて、えー、仙台市の えー、養護教諭の先生たちの前での講演なんかも通じて、そういった活動も行っております。で、まああの私の最後のメッセージ実はこのスライドなんですけれども、あの今日の私のテーマは大の電磁気生理学です。電気と磁気を使った技術の話なんですが、こっちはサイエンスですね。でもあの私たち普段サイエンスといいますか日々の研究あるいは患者さんを見る臨床仕事をやっているときに。 つついついですね最先端のことに突っ込んでのめり込んでやりたくなるんだけれども私は一番大事なのはそ,うそれを夜中の仕事もするわけです土日も出てきて仕事することもあるわけだけれどもそれを突き動かすものはやっぱりですねこう心を込めてというか熱い気持ちというか患者さん見て幸せになって一緒に嬉しいなと思って泣いたり笑ったりするわけですね。そういういいモチベーションがないと あの新しいサイエンスを突き進めていけないんじゃないかなというふうに思いますあの電磁気生理学と転換の話を今日あのくっつけるの私なりにちょっと自便不足もあって無理かなとは思ったんですけれどもあの今日皆さんのおかげでですねなんとか形になったかなと思ってとっても嬉しく思ってます。